これ見てほしい。スプラトゥーン2。お、スプラトゥーンだ。スプラシューターがイカちゃんを撃ってるところだ。おー、戦えるようにもなってるよ。いいね。こんなん作れんだね。すごいね。はい、これもイカちゃんですね。で、後ろには高層ビル。まあ、立ち用パーキングが少し連想されるかな。イカの目の上で戦うステージになっているのかな。下も行けそうだな。ちょっと行ってみよっか。あれてかさ、コンピューターのマリオどこにいんの？あ、この真下だ。この真下にいるのか。あ、入れた、入れた。あ、中入ったら目が見えなくなった。え、こんなのあるの？あ、すごい。あ、あ、すごい。あ、落ちる、落ちる、落ちる。中入ったら見えなくなるのすごいな。はい、今度もスプラトゥーンのイカ。なんだけど、今度はね、スーパージャンプしてるのかな？飛んでるとこだね。目がね、いっちゃってるわ。これ目いっちゃってるけど。でもわかる、でもスプラトゥーンってこんな感じだもんね。はい、スプラトゥーンといえば、イカちゃんなんですけど、タコもいますね。スプラトゥーン2で、イカだけではなく、タコも使えるようになったんですよ。なので今回、このタコもね、用意されてるんだと思います。お？お、北斎ある。北斎だな。筆。筆をモチーフにした武器。この武器は北斎って言うんですけど、まあ、自分の中で北斎の名前の由来は、こう考えてます。昔、浮世絵師に、葛飾北斎っていう、まあすごい、浮世絵が、お上手な人が、いたんですけども、まあ、その人、浮世絵だからさ、筆使うじゃないですか。なので、この筆の武器は、葛飾北斎から取られて、北斎になったと、思います。これ面白いんだけど、任天堂スイッチの中で戦うステージになってる。これ作ったの小学生なのかな？カタカナでスイッチって書かれてる。少し親近感が湧きました。見て、タコ。タコリアンだ。お寿司みたい。タコリアンだ、タコリアン。これはヒーローモードとか、オクトエキスパンションのモードで出てくる CPU の、まあ、ダコタコ。うまいね、これね。下の絵は自分で描いてるんだろうね。うまいね。